皆さんはじめまして、島根県のプレイズレポーターの平田キリスト教会牧師の梶です。今回は2ヶ月に1回のゴスペルカフェのレポートをします。ゴスペルカフェはだいたい2ヶ月に1回第4日曜日の午後2時から4時半頃までオープンしています。いつもは1階の食堂でカフェをオープンしています。教会は行ってもいいのかなと、何かきっかけがないと教会来れない方も多いと思いますので、気軽に教会へ来てもらうためにお茶とお菓子を用意したそんなカフェです。内容は毎回教会の皆さんが作ってくださる手作りのスイーツとコーヒーや飲み物、そういうものを飲みながらお話をするリラックスした時間です。その中で30分からだいたい45分ぐらいの間で2つぐらいのプログラムを用意しています。ハワイのフラダンスで賛美するゴスペルフラだったり、正式にはミュージックベルというらしいんですが、ハンドベル、それから詩の朗読、さらに結成からなんと数十年の女性賛美グループの虹というものや教会のバンドです。教会のバンドには私も加わっていまして、そのバンドの中の MC というかコメントの中でショートメッセージを5分ぐらい入れるようにしています。そして最近では教会でウクレレが流行ってきましたので、ウクレレの賛美チームも8月のカフェで演奏する予定です。またカフェは年に2回スペシャルカフェというのを行っていまして、今度は1階の食堂ではなくて2階の広い礼拝堂の方でテーブルを出して、ちょっとスペシャルな感じでカフェをオープンしています。ここではゴスペルを歌うんですけれども、メンバーは未信者の方や近くの教会からも参加してくださってます。人と人とをつなぐ時間になればなっていうような感じで行ってます。スペシャルカフェのきっかけは昨年からスタートしたゴスペルが一つあるんですが、講師は滋賀県のシンガーソングライターの福原孝義さんという方を講師に招いて、毎月滋賀から島根まで指導に来ていただいて、ゴスペルの発表の場としてスペシャルカフェというものをオープンしました。ところがその福原さんが3月に事故に遭われ、今療養中ですので、ぜひお祈りいただけたら嬉しいなと思います。このカフェの対象は大体老若男女誰でもという感じですけれども、クリスチャンかどうかに関係なく誰でも来ていただいて、そして、楽しい時間を過ごしてもらえたらな、そこで何かこう福音とか神様に触れてもらえたら嬉しいなというような、そういう時間です。でもできるだけ教会に来たことのない方や神様を信じておられない方が来られると、嬉しいと思います。このカフェを始めて一番の恵みというものは、たくさんの方が教会へ来られることじゃないかなと思います。もともと教会の敷居を下げるというつもりで、始めていったんですが、現在では教会のメンバーよりも教会外から来られた方の方が、多くなっているような感じがします。ゆっくりと家庭のこととか子育てのこととかいろいろなお話ができるので、皆さん遅くまで楽しくお話をされています。また子どもたちもプログラム以外の時間ではお菓子を食べたり2階の礼拝堂で遊んだりしていますので、年齢層に関係なく教会へ来られるのではないかなと思います。そして自然な流れの中で賛美やフラを通して福音を伝えることができる、とてもいい時間になっているんじゃないかなと最近思っています。またこのカフェを通して礼拝や他の集会に来られる方も出てきておられます。カフェを通して一人でもたくさんの方が福音に触れていただければなと思っています。また来られる方だけではなくて、準備する教会のメンバー一人一人も福音のために用いられる良い場所になっているんじゃないかなと思います。賛美する人やフラをする人、詩を朗読する人、お菓子を作る人、それぞれの賜物を用いて神様の働きに参加することができると思います。また特に奉仕がなくても来られた方に笑顔で挨拶するだけでも、またそれも素敵な奉仕になっているんじゃないかなと思います。そして当日参加できない方も祈りを通して神様の働きに参加することができます。また最近ユースのメンバーも少しずつ成長してきているので、賛美や準備、いろいろな奉仕に加わっていけばというふうに願っています。みんなで作り上げていくカフェになっていければなというふうに願っています。このカフェを通して教会がキリストの体として一致して、地域の方たちにあの手この手を尽くして神様の愛が届いていければというふうに願っています。以上、島根県からカジがレポートいたしました。